私が持つの？無駄ね。これは何？よい子のみんな、新エクステンドテレビの時間だよ。うわあ、ついにエクステンドマシンをハルト君たちが見つけたみたいだ。これが噂の1号機なんですね。残念だが違うぜ、翔くん。これは3号機。瓦礫島の2号機や他の廃墟にあったやつと同じタイプのエクステンドマシンさ。え、そうなの？僕、早ちぎりしちゃった。今、お漏らしポイントあった？1号機じゃないなら用はないよね。壊れてすっかり動かなくなってるみたいだし。しかしこれは貴重な資料だよ、翔くん。きっとこの3号機からルシオラの暴走が始まり、終わりの日を迎えたんだろうからね。ルシオラって何でしたっけ？オラついたルシ？いや、ルシって何？逆にオラついてないルシを知りたいよ。ルシオラは博士が作ったナノマシンのこと。みんなの体やマシンの中にも流れてるんだ。ルシオラはね、もともと人間の死体をクリオネに作り変える目的で作られたんだ。死体をクリオネにするだって？戦場では弾薬を消費し、代わりに死体が生まれる。死体の回収コストだってただじゃない。それをいっぺんに解決する方法として死体を兵器に転用すればいいと考えたわけだ。死んだ味方や敵にナノマシンを注射し、携行可能な兵器に作り変え、戦場から持ち帰る。それがクリニカルオーガニックナーフイクイプ臨床有機神経装備、通称クリオネさ。なんて悪魔超人的な発想なんだ。でもね、研究は途中だったけど、いつかクリオネを人間に戻せるようにするつもりだったんだって。それにその研究でルシオラが完成したおかげでクローン人間を作る技術も完成したんだよ。やっぱりすごいや。そんなにすごいものがどうして暴走したの？どこかの誰かが3号機内のルシオラのプログラムを改変してしまったんだよ。ルシオラは暴走し、死体だけでなく生きた人間もクリオネに変えていったんだ。人間を餌にしてどんどん自己増殖しながらね。人間を食べて増えたの？まるで生き物みたいだ。半分当たりだよ。ルシオラは機械と生物の中間みたいな存在なの。豚と雑巾の中間の未来みたいだね。羊とウール 100% なんだけど。さらに立ちの悪いことに、暴走プログラムはネットワークを通じて他のマシンにも感染し、そこからルシオラが漏れ出して、あっという間に世界に広がってしまったというわけさ。マニが BSL4 の施設でも、こうなると全く意味なかったね。あれ？ちょっと待って。みんなや僕の体の中にもルシオラがあるんでしょ？僕
たちって大丈夫なの？安心したまえ。暴走プログラムはもう動いていない。それに本来ペケジキはルシオラとクリオネを制御するために作られた道具だからね。どうしたの？難しそうな声の割にすごくイージーな顔してるけど。いや結局さ、博士がルシオラを作ったせいで地球がこうなったんでしょ。それを反省して新人類再生ミッションなんてやろうとしてるんじゃないの？翔くん、僕は悪くない。だから僕を懲らしめようなんて思っちゃダメだぞ。これ以上先に進まなくていいんだよ。諸君のことが心配だからね。ねえ、それじゃあ合言葉は省略。休憩ですね。くったくった。慎重に行きで行くで。救世全力で。全力で。
ちょっと休憩。何これ？何かあるぜ。
動かすぞ。何これ？見っけ。何これ？何かあるぜ。見っけ。何かあるぜ。見っけ。何？見っけ。何これ。見っけ。何かあるぜ。見っけ。何かあるぜ。見っけ。何これ。何かあるぜ。新エクステンドテレビの時間だよ。みんなよくここまで来れたね。冒険はラストスパート、頑張って。あ、いや、すみません。ねえ博士、
新人類再生ミッションのことそろそろ教えてよ。このままじゃみんな一緒にゴールしちゃうよ。僕はゴールの瞬間に誰より一歩先にいたいんだ。絶対一緒に走ろうって言って最後に裏切るタイプだよね。いいだろう。ガレージキッドの諸君のためにも話してあげよう。このミッションは文字通り新人類を再生させ新たな世界を始めることが目的なんだ。新人類、すなわちエクステンド人類による世界をね。エクステンド人類？未来も初めて聞いた。マニーをうろついているクリーチャーの正体、彼らは終わりの日にクリオネになりきれなかったマニーの諸員たちだろう。あれ？クリーチャーってクローン人間の出来損ないだよね。本来は人とクリオネの中間繊維状態をクリーチャーと呼ぶんだよ。しかし人類がクリオネに変わっていく中でなぜかマニの諸員だけは途中でクリオネ化が止まったようだね。解明には今後の研究を待たなければならないが、間違いなくここのクリーチャーは元諸員だよ。彼らはあの日からずっと生き続けている。いわば老化現象の逆で不老現象だ。丈夫な上に不老。考えようによっては進化した人類の形とも言えないかね。まさかクリーチャーがエクステンド人類ってこと？いや、クリーチャーはやはり出来損ないだよ。だが、ごっくり突然ですが問題です。黒崎陽介が幸家や罪なき人々を殺しまくってたのはなぜだ？シャープ不細工な羊がシャープケツ出しファッションで電車に乗っていたから。 SNS に写真晒したの貴様か。続けて次の問題。ハルト君たちがトラウマ的な過去を抱え今も苦しんでいるのはなぜだ？シャープケツ出しファッションにいいねが 65,535 件ついたから。すっごい見られてる。そしてカンストしたっぽい数字なのが嫌。僕はずっと考えていた。今の2つの例題の答えを。それってまさか人妻？そう、人類にはバグがあるからだ。今絶対人妻って言おうとしたよね。異常な連続殺人犯が生まれるのも、異常な連続殺人犯に殺されるのも、上司に裏切られ、姉に裏切られ、弟に裏切られ、父に裏切られ、母に裏切られ、先生に裏切られるのも決して特定の誰かのせいだけじゃない。国や貧困や宗教や社会制度のせいでもない。全ての人類の心、そのアルゴリズムにバグが組み込まれているからだ。僕はペケジキになってよりそれを確信したよ。この心のバグは修正されなければいけない。完全なる人類として生まれ変わるために。あ、わかりました。体はクリーチャーみたいに強くて年も取らなくて、心はバグのない新たな人、それがエクステンド人類なんですね。1号機はそのエクステンドに必要なんだ。
半分正解。うわあ、未来半分だけに。でも大体分かってもらえただろ。これが新人類再生ミッションの目的なのさ。そしてここでみんなにお知らせ。なんと今回で新エクステンドテレビは最終回を迎えるんです。ついこの間始まったばかりなのに。それについては断固拒否するよ。この番組のために上京してきたんだぞ。やめようぜ、飽きてきちゃったし。もうみんなもかなり奥まで進んでるし。博士が言うなら仕方ないや。それじゃ最後は綺麗に揃えてみんなでゴールしましょう。合言葉は人類の新たな未来を減らしません。あ、裏切った。バイバイ&バイバイ。おそらく…何？まあ大丈夫や。行くぞ。それなら。教えてあげるよ。まさか。
ご紹介しよう。なんやて？え？嘘や。ちょっと。ありえない。やめるんだ。それで？もちろん。新たな人類だ。いらないよ。おいおい。っていうか。まさか。うん。それに。はあ？そうさ。さて、でも、うっ。なんだかすごいことになっちゃったぞ。
ってどういうこと？イワシマ博士のペケジキーから1号機にルシオラが注入されたんだよ。その力で1号機がパワーアップ、エクステンドマシン1号機回になったのです。えっ？AI を映しておいたんだ。最後は彼らに殺されるのも面白い趣向だろ。僕らがハルト君を？そんなのダメ、みんなを殺すなんてできない。あー、でも手が勝手に動いちゃうよ。賛成。そんな寂しいこと言わずに遊ぼうぜ。じゃないといずれガスか廊下で死んじゃうよ。何？あ、みんなごめん、ドアをロックしちゃった。それって僕らを倒さない限りみんなはこの部屋から出られないってこと？島博士、みんなの命より、たくさんの人の命より、大事な研究なんてあるわけない。それがわからないから博士は寂しいんだよ。僕が寂しい？さちかクロー、君面白いこと言うね。人のことが理解できないから、しようとしないから、自分の手で作りたいんでしょ？でもね、一人ぼっちで完璧な人間を作ったってやっぱり寂しいだけなんだ。人類にバグなんかない。サチカたちは足りないから一緒に歩くの。好きな部分も嫌いな部分も全部ひっくるめて一緒に歩くんだ。ご考説ありがとう。でもね、僕は足りない部分を見つけてしまったんだ。あら、その先を見てみたい。そう願うのが科学者というものだろう。さあ、友情、努力、勝利なんて漫画の中だけだってお父さんが教えてあげようね。計算通り。これこれ、みっけ。やれだね。
で。ごちそうさま。しまってんな。行けるぜ。全力で。診察が必要な人は。持ってくぜ。使えそうか。しまってんな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 。鍛えられたかな。
手向けに花を。結構いけるぜ。無事は大事だよ。休息が筋肉を育てる。目印は翔くん、最後の攻撃わざと外さなかった？そうだっけ？未来こそさっきわざと弱点を見せてたよね。だって未来はみんなのことが大好きだから。僕もさ、このまま博士がいないなんて悔しいもん。未来たちが今の未来になれたのはマモルくんのおかげ。ありがとう。キャラが雑だったりセリフもよく滑ってたけどね。それじゃあ翔くん、みんなに最後のご挨拶しよっか。いや、未来だけでも生きてくれ。バイバイの後僕が時間を作るから。え、何とか僕が電源を持たせるよ。その間に未来は逃げ道を探すんだ。いやだな、遠慮しないでよ。僕と未来の仲じゃないか。ほら行くよ、人類の明るい未来を照らしましょう。バイバイ。バイバイ。池未来、電源は任せ。早くない？やれやれ、こんなに役に立たない AI とはね。でも想像以上だよ、ガレージキッドの諸君。多くの死と経験を蓄積しただけのことはある。しまいや。やめるんだ。何になる？神になるんだよ。新世界の神になるってやつだ。もう黙りなよ。いやはや、久保田君。もちろん、これで終わりだなんて思ってないだろう。え？見せてあげよう。諸君が今まで集めてくれたデータによって生まれる新たな人の姿を。
さあクララ受け入れてくれ。僕をもっと深く腹の中まで、そして僕を産んでくれ。くそ、見て床の培養液が光ってるよ。Hello World! ガレージキットの翔くん。いや、何年ぶりかな、生身の体に戻ったのは。長らく右腕だったせいか、立つのも妙な感じだよ。なんてことだ。なんだ。これはね、っていうか教えてあげるよ。僕はこの世界と新たな人を導く者、ゴッド寺島だ。あれ、僕は人によって作られし新たな人、次なるステージにエクステンドした人類、エクステンド寺島だ。ふざけんな。ほら、さてペケジキーをいただこうか。僕が目指す未来にエクステンドしない諸君は必要ないからね。まさかラスボスが露出鏡の変人とは思わなかった。寺島博士、あなたはここで止める。味は大事だよ。おかわりをごちそうさん。そいつもいけるぜ。全力で慎重に。スティンガー。ボタン。体力を回復しないと。慎重に。慎重に。いけるぜ。全力で。
ちそうさん。まあまあだね。トイレはどこかな。慎重に行けるぜ。全力で。慎重に。人は人を超えるのだ。それにやれやれ。でもそうだな、もう黙りなよ。やれやれ。やめるんだ。一緒に行こうぜ、愛しき娘よ。なんてこと。くそ。やれやれ。さて、最後の言葉はやっぱりあれ。グフ。医者じゃなくても分かる。これはあのジジイ、最後まで迷惑なことしやがって。何が可愛い娘だよ。目つぶってなよ、サチカ。できるだけ一瞬で終わらせるから。ちょ、何するつもりですか。リンコちゃん、ここは楽にしてあげるんが優しさや。瓦礫島に戻ったら
すぐにエクステンドしてあげよう。一葉先生もそれでいいですね。先生？ダメだ。探してくれ。サチカのお腹を、ペケジキを探してくれ。ペケジキなくなっちゃった。サチカもうエクステンドできないや。ありえない。そうか。それはね。なんてことだ。どうして。知ってんだろ。そんな。さっちゃん、外のキラキラした世界を冒険できるなんて思ってなかったもん。バカ、そんなの、そんなのバカ野郎。生まれ変わっても絶対覚えてるから。ペケジキが泣くったってもう喋るな。大丈夫、僕がすぐ直してやるから。守る、ごめんね。サチカ、守の妹じゃなくて妹になれなくてごめんね。なのにいっぱい優しくしてくれて嬉しかった。謝るのは僕だ。君をたくさん傷つけた。君は君だと分かっていたのに。頼む、まだ僕は何も償ってないんだ。だから消えないでくれ、サチカ。サチカ、もういっぱいもらったよ。
ここにいる。僕らはここにいるぞ。サチカそういえば、あれ？それで、そうか。それは、そうだな。ん？悪いな。ん？へへ。そうね。やれやれ。え？みんな。え？まさか。くそ。なんてこと！
あれは。まさか。なんだこのちっこい猿は。新手のクリーチャーじゃねえんだよな。ドアホー、もう一回言う。ドアホー。かいらしいな。髪の色さっちゃんと同じ色やで。鳴き声も耳の形も目の色もさちかさんに似ていますよね。ほら、ちょっと落ち着きなよ。また罠かもしれないのに。そんなん言うて、ゼン君もちょっと笑てるやん。人間の赤ちゃん。してあげた方がいいんじゃねえの。リンコちゃん任せたぜ。私ですか。どこ持てばいいんでしたっけ。日暮さん、まずはリーダーからどうぞ。ん、いいよ。昔マタニティセミナーの取材でやり方習ったし。ここに来て子育てスキルをアピールするとは。別にいいだろ、仕事だったんだ。はじめまして。そしてまた会えたね、サチカ。この星で生きていく。何度でも生まれ直す。たとえそれが僕らのエゴでも、この喜びを手放したくはないから。それから5年後、僕がエクステンドしたのを最後に、エクステンドマシンは永遠に動かなくなった。
なくなっちゃった。あの時出会わなければ君も僕もこんな辛い別れをせずに済んだかもしれない。でもね、たとえその痛みを知っていたとしても、それでも僕は君に出会っただろう。どんな形になってもみんなを、君を忘れない。それが僕の愛だから。人類滅亡まで残り7人。思い返せばあっという間やったな。ついこの間まで赤ちゃんやった気するのに、今や料理や狩りの手伝いもできるんやもんな。さっちゃんの成長がうちの一番の喜びやったよ。ありがとうな。人類滅亡まで残り。廃墟で迷子になったり、海に落ちて溺れたり、原因不明の高熱にうなされたり。そうそう、クリーチャーに誘拐されたこともあったね。まったく退屈しない日々だったよ。それじゃあまあ元気でね。俺のペケジキは畑の肥やしにでもしなよ。人類滅亡まで残り5人。親が何人いても何かしら事件は起こるんだから、子育ては一筋縄ではいかねえよな。ん？7人がかりなら7筋縄か。あーくそー、最後だってのに今ので作品思いついたじゃねえか。人類滅亡まで残り4人。この5年いろんなことを教えてきたけど、あなたの消息だけは変わらなかった。真っ白の総帥として最後の命令、女は度胸、胸は脂肪よ。これからは私の分まで食べなさい。人類滅亡まで残り3人。いつかこんな日が来るかもってみんな考えてなかったわけじゃないんだよ。でもね、まだずっと先のことだって思ってた。何の根拠もないのにね。遊んで喧嘩して、怒って泣いて笑って愛して、そんな毎日が私はとても幸せだったよ。忘れないで、幸香ちゃん。私たちはずっとあなたの心に咲いているから。
人類滅亡まで残り2人。そろそろ時間だ。サチカ。僕らは死ぬわけじゃない。ペケジキに戻るんだ。こうやって話すことはできなくなるけど、いつだって君を見守っているから。まるでゲームみたいな毎日だったよな。本当にゲームみたいな。だー、また死んだ。うるせえ、まだ終わってねえよ。ずるいよ。もうゲームオーバーだろ、変わってあげなよ。いや待て、ほらあと一機いるんだって。しかし難しすぎんだろ、こんなんクソゲーだ、クソゲー。まさか、そういうことなのか。ハルトパパ、
アルトパパ、しっかりしてよ。光がいっぱいになる。いなくなっちゃうよ。聞くんだ、サチカ。僕の見つけた真実を。人類滅亡まで残り、私の中で生き続けるんだ。見つけてみせるよ、ハルトパパ。たった一人の真実を。みんなの冒険は私の中に生きている。私だけの冒険がここから始まる。
聞くんだ、サチカ。僕の見つけた真実を。あの時、みかじめは確かに言ったんだ。あと一機いるって。そうだ。あのゲームは、操作中の時期を残機にカウントしていなかったんだよ。エクステンドマシンのモチーフがあのゲームなら、きっと人類カウンターもそうなんだ。残機ゼロはゼロじゃない。もう一人いる。単なる願望に過ぎないのかもしれない。戯言なのかもしれない。でもこれが僕が君に残せるたった一つの希望。探すんだ。君は一人ぼっちじゃない。この世界のどこかにきっといる。その人が君の最後の仲間だ。Good morning. May I ask your name?私はね、